すぎる。はやー、昨日ショールームできんかった。すっぴん、そうです。お風呂入ってきました。さっき寒い。もうちょっとしたらもう出なきゃいけないから、そう、まあ30分ぐらいなんだけど、するとしてもショールームね。ちょっとすっぴんで失礼いたします。寒い寒い。寝起きではないんですよ。寝起きではないんだけど、お風呂入って髪乾かしたとか。今日は楽しみなお仕事があるから気合い入れて体にニベアを塗りまくって保湿した どこに気合いって感じなんだけど、今ツルツルなんですよ。だからしっとり お風呂上がりのしっとりお肌。大事よ、保湿。本当に保湿大事だから そう、ニベアで大事。もう最近乾燥して肌がひび割れるの。そう、だから保湿してました。七並べね、書いたんだけどさ、ちょっと朝読んでも多分見れてないと思うから、夜読みますね。メールでも送ります、七並べのランキング。本当は昨日読む予定だったんだけど、めっちゃ寝落ちしてしまってた。申し訳ない。はよ。昨日はオンラインお話し会ありがとうございました。いや、ありがたいね、こんなにたくさんの方とお話できたのは。なんかさ、まあこの間からあるんだけど、なんだろう、完売した部に完売記念フォトみたいな写真をその部に来てくださった方にお渡しするんだけど。なんかさ、プリクラみたいにね、こう落書きして写真渡すんだけど、なんだろう、iPad で落書きだったから、もう私ね、慣れなくて、全然その落書きにもう すごい低クオリティなんだけど、申し訳ない。なんかペン使って書きなさいって言われたんだけど、ペン使ったら全然反応しなくて、もう指で書こうと思って なんか指で書いたらすっごい、なんだこれみたいな低クオリティになった。ちょっとこれからどんどん上達していきたい。その日にね、朝書いてるんですよ、その iPad で。ちょっとその分に来てくださった方は見たと思うんですけど、なかなかあまり綺麗ではない落書きが。まあでもありがとうございます、来てくださって。ココア飲んでます、ちなみに。楽しかったです。お、ありがとう。朝起きぽ、そうだよ、朝起きぽです。すっぴんだからちょっと 申し訳ない、恥ずかしいんが。
なんか起きたら LINE のマイカーのグループ LINE とあとドライグのギルドチャットがめっちゃ溜まっててびっくりした。なんかよくあるんよね、起きたらさグループ LINE がめちゃくちゃ進んでて、あの何も言えなくなるやつ。あ、やば、逃したってなるやつ。今日の朝がそれでした。自分そう、マイカーやばい、なんか意味わかんなかった、マイカーの LINE のグループ。なんかまずね、私昨日フーさんとココアさんと一緒に帰ってたんですよ。で途中で別れたんだけど、なんかマイカーの LINE のグループにその私と別れた後にフーさんとココアさんが一緒に帰ってて、なんかココアさんがとなんか道端にネギが落ちてたんですよ。そのネギとココアさんの写真が送られてきて、なんかネギ落ちてたみたいな、本当に一本の青ネギ丸々一本落ちてて、え、そうで、なんかココアさんが写真撮ってたの、こうやってピースして、でなんかソラハがなんかネギ落とした人夕飯ネギ抜きなんですかね、かわいそうみたいな送ってて、ほのたんさんが多分味噌汁のネギ抜きだよって言ったら、ソラハがいやネギマだと思いますみたいな、ネギマのネギ抜きじゃないですかって言ったら、ほのたんさんがそれただのマじゃんみたいなっていう、なんか LINE のグループがめちゃくちゃ止まってて、なんだこの会話って思って、しょうもなさすぎてびっくりしました。どういう会話してるんだろうと思って、私寝てたから全然参加できなくて、うん、っていうので、なんかすごい盛り上がってました、マイカーの LINE。なんかあとね、その私とココアさんとフーさんで帰ってたのの時に、なんかほのたんさんの家が帰り際にあって、ほのたんいるかなみたいな話になって、ちょインターホンを押していこうよみたいな、ちょインターホンを押してみようみたいな感じでインターホンをしたんだけど、いなくて帰ったの、いないやって思って帰ったら、なんか野田さんがそのインターホンで録画されてるから、なんかその録画に私たちが映ってて勝手に押すなみたいな、その録画の動画が送られてきました。ピンポンダッシュじゃない、ピンポンダッシュじゃないんよ、違う違う、いるかなって思って普通にピンポンしたらいなくて、した後からほのたんさんがそのなんか録画を見たらしくて、こうやってた私。っていうマイカーの LINE です。昨日もさ、その帰り道、フーさんとココアさんと帰った帰り道のフーさんのテンションマジでやばかった。すっごいテンション高かった、ココアさんがツッコミ役みたいな、楽しかった。そんな感じで帰って、ね、日中ずっとテンション高かったからもう家帰ってパタンってなってしまった。バタンキューでした、全力バタンキュー、うん、そう、疲れちゃった。でも起きたら回復しました、今日も一日頑張れそうです。で起きて4時ぐらいに起きたのかな、4時ぐらいに起きてギルドチャット見て、なんかそのなんか
こうしてくださいこうしてくださいこうしてくださいって書いてくれてるんですよ、ギルドの人が。おきちゃんはまずこれをしてこれをしてこれをしてみたいな、もうその指示通りに私はずっとなんかそのドラゴンリンクして昇竜昇竜昇竜って押してました、ドライブして。作業してました作業作業、うん、そう、そんな感じで今日の朝は過ごしました。さっきお風呂入ってきて今ちょっと寒いっていう。8時ぐらいになったら終わります。30分だから30分しかやらないんだけど、夜もやります。夜はね、何時ぐらいにしようかな、何時ぐらいにしよう、10時半とかギルバト終わってからやりたいな。で、7並べランキング発表するからちょっと早めにやろうかなと思います。寒いよろしくお願いします。ぜひぜひ。暖房をね、でももう出るからつけなくていいやと思ってつけてない。ココア飲むとでも温まるね。ホットココア、そうホットココア、昨日ずっとココアさんとなんかたまたままあココアさんと握手会のスケジュールが全部一緒だからあれなんだけど、休憩時間とかも全部かぶってるんだけど、昨日はねもうなんかなんだろう、事務所に着いた瞬間がもうココアさん私の順番だったので、そっからちょっと早めに行きすぎてあんまり人が来なかったからもうずっとココアさんと喋ってて、さなんだかんだで朝から晩までずっとココアさんでした。昨日はココアデイだったキャベツ食べる動画可愛かった。そうフリートでまだ見れるかな、多分24時間だけで。ココアさんねいつもあのお手製のキャベツ持ってきてるんですよ、常にキャベツ食べてる。あの動画ね無音にしてるんだけどね、音声あるとねあれもうやめて撮らんでって言ってるちょっとその声も乗せたかったんだけどね、周りのメンバーがめっちゃ喋ってたから無音にした。お腹すいたお腹鳴っちゃった。アテレコしてほしい。いや本当にねねーって気づいてなかったの、なんか私が自撮りしてると思ってたらしくて、こうカメラやっても全然気づいてなくて、気づいた瞬間にやめてもって言われたなんか宮島の
ココアと宮島デートナウみたいなハッシュタグでツイートしてましたね昨日。あのリラックマちょっとなんかあのリラックマなんか残酷なことになってたけどちょっと面白かったね。宮島めっちゃ行きたいんよね。リラックマさ、自分行った時なんかまだできたばっかりで開店前だったんだよな。宮島にあるお店、宮島に行きたい。そう、行けなかった。行きたいんご。そう、宮島林に行きたい。水族館めっちゃ面白い宮島の水族館なんかね、牡蠣の養殖が飾ってあるんですよ。めっちゃ広島っぽくない？牡蠣が見れるの。水族館に牡蠣ってあんま置いてないですよね。だってガキが見れる。行きたいんだよな。そこでカキ食べれるの？いや、カキ水族館では食べれないけど宮島では食べれる。うん、きちゃんと宮島ツアー行きたいな。行きたい私も。カキ食べたい。いつか行きたい宮島旅行。12月とか行けないのかな。でも忙しいかな。なんか七並べのあの CM 選抜を、あの私メールでさ一回なんだろう、あのCM10 位以内に入るみたいなやつあったじゃないですか前に。10位以内にランクインしたら CM 放送権獲得みたいな、それのランキングに参、そのイベントに参加するときに、あのなんていうの、あれ12月に自分の誕生日に放送したいみたいな言ったじゃないですか。なのでちょっと12月忙しいと思うんだけど、自分あまりできないかなって思うんだけど、来月の CM イベントにちょうど2位以内に入ったら CM 放送できるんですよ。でちょうど私12月1日が誕生日だから、うん、誕生日カードもらえるんですよ。そう、七並べなんで来月ちょっと目指そうかなと思っております。12月、そう、もう少し、もうすぐなんですけど、そう、今月いける。でも今月ちょっと言ってなかったから
来月からにしようかなと。今月頑張ろうかと思ってた。すいません言うのが遅くなって。来月12月頑張ろうかなと思います。でもちょっと舞台とかもあるから、途中まで自分あんまり参加できないと思うんだけど、その何何時からやりますみたいな、その5に合わせて5の倍数でやるとかがあんまりできないと思うんだけど、個人でもいっぱいやっていこうと思うので、一緒に頑張れたらいいなと思っておりますところでございます。ちょっと言うのが遅くなったんですけども、もしよろしければって感じで、メールでも言いたいと思います。ちょっと考えててなかなかちょっと遅くなったんですけど、言うのが。またメールでも書きたいと思う。ちょっと今日と同じ今日のショールームで言ったことと同じことを書くと思うんですけども、よろしくお願いします。頑張ります。むむということで、誕生日まで1週間になった。そうですね、1週間か、全然そんな感じしなかった。そっかそっか。よろしくお願いします。ごめんごめんね。頑張りまする。これででも3回目になるから、もう多分今後狙うことはないかな。うん、新しい CM ってわけでもないから、うん、撮り直しもしてないし、なので多分これで終わりかな、自分が目指すのはって感じでございます。すごい、2回も放送できたのがすごいんだけどね。タコありがとう、ギフトもありがとうございます。そろそろランキング発表しようかな。ちょっと短い30分だけだったんですけど、夜も一並べのランキング発表します。じゃあそろそろランキングを読みたいと思います。じゃあ13位から読みます。13位がクッキーさん、12位がアマジョさん、11位がチャンツーさん、10位がパパパンダさん、9位がパチロクさん、8位が平行さん、7位がジェリーさん、6位が市下さん、5位がコバチャさん、4位がボギンの人さん、13位から読んでみなさんありがとうございます。そして3位がフーさん、2位がソウリュウさん、1位がトウトウさんでした。3位から1位までの皆さんありがとうございます。ということで今日も見てくださってありがとうございました。祝日明けですが、皆さんお仕事学校頑張ってくださいファイトです。私も頑張っていきます。皆さん、いってらっしゃい。バイバイ。それでは終わります。短い配信見てくださってありがとうございました。バイバイ、いってらっしゃい。